皆さんおはようございます。世界の墳丘から本日は奈良県桜井市の八墓古墳へ来ております。ご覧ください、この美しい前方後円墳の形。こちらが後円部、バックは三輪山ですね。で、くびれ部、前方部というようになっておるんですけれども、常々私はですね、前方部の角からこう斜めに前方後円墳を見るときが一番美しいアングルになるというように申しておるんですが、こちら箸墓古墳はですね、この真横からのアングルが非常に美しいですね。こうやって真横から見たときに後円部、くびれ部、前方部と全てを綺麗に認識できる前方後円墳というのは日本でもなかなかないんじゃないでしょうか。歴史的にもですね、初期の、巨大前方後円墳ということで非常に注目されておる、こちら箸墓古墳なんですけれども、私はこの美しさもですね、日本で一番美しい前方後円墳ではないかと思っております。こちらの箸墓古墳、思想者が卑弥呼ではないかというように近年よく言われておりますけれども、まあ卑弥呼かどうかは別といたしまして、これだけ美しい古墳ですので、私はきっと被葬者は女性、まあシャーマンであったり巫女であったり、そういう人が埋葬されているのではないかというように考えております。そうした伝説がですね、日本書紀や古事記にもやはりこちら大和トトヒ桃祖姫の墓と言われておりますが、ずっと伝わってたんでしょうね。形を見ただけでも非常に美しい、きっと女性の墓なんではないかというように感じさせてくれる古墳になっております。この時期ですね、新緑が生えて非常に古墳らしい、そしてこの前方後円墳の形をはっきり認識できる、美しい古墳となっております。ぜひ皆さん一度箸墓古墳訪れてみてください。